スワイヤーグループは香港に本部を置く国際企業グループ。海運、空運、貿易や不動産、その他製造販売事業等様々な事業を展開している。アジアで事業を展開する有数の財閥企業である。中華圏では太古という名を使用している。グループ全体の従業員はグローバルで約13万5000人。現在のグループ総裁は 会長研修新社長、バーナビー・ニコラス・スワイヤーで、創業者のヤシャゴである。ロゴ太庫選挙で支援子向けに建造された、可客船、春天。第二次世界大戦中の1940年に、地中海で撃沈されて、多数の死者を出した。中国では、新朝時代以降の近代化のプロセスで、スワイヤー家をはじめとする香港の、イギリス植民地資本と関係が深かった。 20世紀初頭より、上海疎開は事実上、欧米の商人で支配されており、しばしば中国近代史の舞台に名が浮かび上がる。1860年代から120年間以上、スワイヤーは、イギリスの有力海運会社であるアルフレッド・ホルト社、通称ブルーファンネルラインのアジアにおける代理店として活動していた。第二次世界大戦前には、 チャイナナビゲーション社を設立して、長江での客船運航を皮切りに、東、アジアオセアニアでの海運事業で成功し、香港に太古選挙として、ドックも建設して、船舶整備や造船事業を行った。第二次世界大戦の戦火で30隻以上の保有商船を失い、太古選挙も大打撃を受けたが、航空事業に参入するなどして、グループを発展させた。 スワイヤーグループの中核企業は、香港のスワイヤーパシフィック社で、現在香港証券取引所に上場している。スワイヤーの主なグループ企業は、以下の通り。スワイヤー家は、香港上海銀行の個人筆頭株主である。ジェームズ・クラベルの小説、ノーブルハウスでは1963年の香港を舞台にスワイヤーグループとそのライバル企業。 ジャーディンマセソン社との確執が描かれている。ABC ASYR History 150イヤーズイン、チャイナモア。2018年4月7日閲覧。ありがとうございます。